ムーミン谷のオサービス山に登ってみるんですが、結構な階段なんですよ、ここ。ほら、今ここを登ってきました。あっ、暑っ。よいしょ。ひたすら階段を登ってるビアンキ。わ、蚊がいっぱいいる。いや、頑張れママ。とっても立派なアスレチックがあります。今日は平日なので空いてますけど、土日はね、子供たちでいっぱいです。このエリアは子供たち専用エリアなので、ワンちゃんは入れません。せっかく登ったのに緩やかな坂道を降りていきます。なんかね、ここの坂道を降りていくとミルを思い出すんですよね。ミルとはなんか意外と冬にクリスマスの時期にデートに来てた回数が多かったからだと思うんですけど、なんか秋のここの坂道を真っ赤な紅葉の下を見ると、二人でテクテクおしゃべりしながら降りてた思い出がたくさんありますね。ミルもたくさん歩きたい子だったから。で、ミルって都会はダメなんですよね、怖くて、車の音とか。だけどこういう自然の中、やっぱり青梅生まれだけあって自然は大好き。はい、サブちゃんぴょん。お母ちゃまが後ろから引っ張るから後ろ足が入りそうになった。というわけで、ゆっくりゆっくり歩いています。次のぴょんが来ました。行け。こんなの昼飯前でやんすよ。昼飯前といえばまだ11時35分だから、本当の昼飯前でやんすよ。お母ちゃんもうご飯を食べる気満々でやんすね。サブちゃんにも今日は忘れずおやつを持ってきました。さっきぶちまけたけど、慌てて拾ったでやんすよ。ムーミン屋敷の前で何をやってるんだかね。あー、ここでもなんか木陰が多くて涼しかったね。ジップライン上からなんかいいですよね、こういうちょっと田舎の北欧な雰囲気。草生えっぱなしのこういうのが好き。あんまり都会好きじゃない。